アヒルさんの髪の毛、村山和子。あるところに大変おとなしい1羽のアヒルさんがありました。小さくてまだ手が頭に届きません。毎朝髪を結ってもらわねばなりませんでした。アヒルさんにはおじいさんしかおりませんでしたので、おじいさんに髪を結ってもらうのでしたが、おじいさんは男でおまけに大変な年寄りでしたので、アヒルさんの髪をあんまりハイカラには結ってやれないのでした。アヒルさんは毎朝鏡の前で横を向いたり前を向いたりして髪の形を眺めましたが、油でいつも髪が固まって頭のてっぺんのところできつく弱えてあるので、目をしばたたくこともできないくらい引きずっているのでした。ある日アヒルのおばさんが訪ねてきて、もうなんてへんてこな髪だこと、と大笑いに笑い出しました。すると近くにいたおじいさんがぷっくりと怒ったような顔をしたので、私が代わりに言ってあげましょうと言いかけましたが、それを喉の奥へ引っ込めてしまいました。かわいそうなアヒルさん。アヒルのおじいさんは一生懸命考えてコテを買ってきて、アヒルさんの髪を縮らせてやりました。するとそれからアヒルさんはやっとハイカラになりました。それからアヒルさんはご飯も前の2倍くらい食べるようになりました。なんて運のいいアヒルさん。